噂は、行く。2回8安打1本塁打7失点。そりゃ噂はレベルなんてトリプル A に100人はいるしな。またホームラン打たれててくさ。大谷ショックちゃう。自分のが童貞の大谷より上だと思ってたとか。なんだかんだメジャーで投げれるんじゃないかと心の片隅で思ってたところもありました。脱ハムしたかっただけやろ。これで目当ての球団に戻れるんやからええやん。平、やっぱり球速遅いからじゃないですかね。マーリーズの最初投げた投手も4失点してるからギリセーフか。 NPB の成績が今永と同じようなものなのに年俸や契約違いすぎだろって疑問感じ取ったけど、 MLB のスカウトの目すごいんやな。どこを見ているんだろうな。杉谷によるインタビュー見るとレイズでもかなりやれそうな感じはしたし、なんとか頑張ってほしい。まだこの時期なら調整やろ。投げられるだけで絶対無理やな。何一つメジャーで通用するボールがない。去年の噂はの平均球速は145.3キロで MLB どころか NPB 平均より1キロ以上遅い。マイナー契約やから結果出さんとやばやない。日本人相手だと失投してもヒット打たれるだけだけど、ことごとく長打打たれてどうしようもないな。これは最初から噂はに期待してないからいいよ。メジャーリーガーになれますように。メジャーにも技巧入るけど日本産の技巧派は大体通用しねえわな。大谷でメディアが騒いでる間にこっそり帰ってこい。ご視聴ありがとうございました。